話はね、まだ終わらないの。うん、続きマジ気になる。え、どうだった？生きてた？ユキちゃんが目を覚ましたのは病院のベッドだった。私、生きているのかしら？ゆっくりと目を覚ましたユキちゃんは、ぼーっとする頭でそんなことを考えたわ。ママ！ぼんやりと白い天井を見ると、突然小さな手が抱きついてきたの。え、本当に娘？マナちゃん！ユキちゃんは驚いて小さく声を上げたの。抱きついてきたのはユキちゃんの娘だったから。これは夢？やっぱり私は死んでしまって夢を見ている？違う。この感触は夢じゃない。私は死んでない。なら柳の木の下で体験した出来事は何だったんだろう？私はあそこで不思議な夢を見たんだろうか？その時、教室のドアが開いて誰かが入ってきたの。それは小さな女の子だった。大事そうに人形を抱えた。みのりちゃん？思わずゆきちゃんは息を呑んだ。そこに立っていたのは紛れもなくみのりちゃんだった。昨日、柳の下で見かけたのはこの子だった。やっぱりここは死後の世界なんだろうか。みのりちゃんの娘なんじゃないの？あら、気がついたみたいね。人形を抱えた女の子の後ろからひょこっと一人の女性が顔を覗かせたの。その女性はゆきちゃんを見ると嬉しそうに微笑んだわ。ゆきちゃんはその女性のことは知らなかった。でも懐かしい。彼女にはどことなく面影がある。あなた、みのりちゃん？そうよ、久しぶりね、ゆきちゃん。またこの町に戻ってきたんだってね。嬉しいわ、私。また仲良くしてね。ごめんなさい、ごめんなさい、私。みのりちゃんの元気な姿を見て、また優しく言葉をかけてくれる声を聞いて、ゆきちゃんの目からは大粒の涙がポロポロこぼれたわ。昨日ね、教頭先生から電話をいただいたの。ゆきちゃんが戻ってきたって。それで懐かしくて会いたくなって、私も急いで向かったんだけれど。びっくりしたわ。学校に着いたら校庭であなたが倒れているんだもの。そのそばでうちの娘とあなたの娘はびっくりして泣いているし、もう大変だったんだから。そう言ってケラケラ笑うみのりちゃんに、あの頃の静かで暗い印象はなかった。話を聞くうちにみのりちゃんの娘も鳴神学園に通っていることが分かったわ。あんな遅い時間に一人で校庭にいたのは、これから来るお母さんを待っていたのね。その姿を見てゆきちゃんはみのりちゃんと勘違いしたの。だから昨日ゆきちゃんが校庭で体験した恐ろしい出来事は、罪の意識が生んだ幻覚だったのかもしれない。人間はね、強く思い込むことでありえないものを作り出してしまう生き物なのよ。みのりちゃんとももちゃんに対する強い謝罪の気持ちと、偶然みのりちゃんとうり二つの娘を見かけてしまったことが重なり合って、あんな幻覚を見てしまったのかもしれない。それとも人形が見せたちょっとしたいたずらだったのかしら。それでもゆきちゃんにはまだ気になることがあった。そう、みのりちゃんの娘が抱いているお人形のももちゃん。あの、その人形。ゆきちゃんは恐る恐るももちゃんを指さしたわ。ああ、ももちゃん。私のお下がりなんだけど、娘が気に入っちゃって離さないの。まるであの頃の私みたいでしょ。笑っちゃうわね。あはは。そう言って、みのりちゃんは本当におかしそうに笑って話を続けたわ。大事にしているからかな。ほとんど汚れないのよね。もう20年以上前の人形に見えないでしょ。確かにそうだ。よく見ると、あの頃のももちゃんとほとんど変わっていない。突然、それまで楽しそうに笑っていたみのりちゃんが顔をしかめ、声を潜めたの。それがね、ちょっと不思議なことがあるの。実は、ゆきちゃんが引っ越した日、ももちゃんがいなくなっちゃったの。私、教室に行ってゆきちゃんがくれたプレゼントを探してね。ごめんなさい。ゆきちゃんはベッドの上でとっさに謝った。すべて嘘。ももちゃんを隠すために仕組んだゆきちゃんの嘘。だからプレゼントなんて見つかるわけない。もう、みのりちゃんにはバレている。
するとみのりちゃんは不思議そうな顔をしてすぐに首を横に振ったの。いいのよ、そんなに謝らないでよ。私あのプレゼントすごく気に入っていたんだからさ。は？え？ゆきちゃんの机の中を探したら筆箱があったの。かわいいピンクの筆箱。いつもゆきちゃんが使っていた筆箱。ゆきちゃんはあの筆箱を私にくれたんでしょ？その気持ちが嬉しかったな。たまたま忘れてったのかな、それ。私、ゆきちゃんに仲良くしてもらえたんだって本当にそう思ったもの。ピンクの筆箱？そういえば引っ越した時、それまで使っていたピンクの筆箱がなくなっていたような気がする。大して気にも留めていなかったから、今まで忘れていた。そうか、机の中に忘れていたんだ。奇跡すぎるよ、それは本当。それなのに私ったらさ、あの頃は本当に引っ込み思案で無口だったでしょ。あの時ね、ゆきちゃんにお別れの手紙を書いていたの。でもね、これを渡すともうゆきちゃんはいなくなっちゃうって思ったら渡せなくなっちゃって。子供よね、そんなこと考えてたなんて私ってバカね、あははは。話を聞けば聞くほどみのりちゃんのゆきちゃんに対する思い、優しさが伝わってきたわ。それに引き換え自分はなんて卑怯でバカだったんだろう。ゆきちゃんは自分が情けなくて悲しくなった。実はね、私もプレゼントを用意していたの。ももちゃん人形。私のこと忘れないでほしいから、私の代わりだと思ってももちゃんを大事にしてほしかったの。だから筆箱を見つけた後、急いで校門に行ったんだけれど、もうゆきちゃんいなくなっちゃってて。ごめんなさい私。真実を告げようとしたゆきちゃんの口に手を当て、みのりちゃんは遮った。いいの、わかってるわ。ゆきちゃんも私と別れるのが辛かったんでしょ。だからプレゼントがあるって言い残していなくなっちゃったのよね。違う、そうじゃない。私はみのりちゃんが思うようないい子じゃない。ゆきちゃんはみのりちゃんの話を聞いてただ首を横に振るだけだった。だから罰が当たったのかな。ももちゃんがいなくなっちゃったの。そう言ってみのりちゃんはちょっと遠い目をした。そしてすぐにゆきちゃんを見つめ謝ったの。謝るのは私の方だわ。私ね、ゆきちゃんがももちゃんを持って行っちゃったかもしれないって思ったの。私さ、手紙もあげなかったからさ、きっとゆきちゃんは怒っただろうな。だからももちゃんを持って行っちゃったのかもなって。そしてみのりちゃんはゆきちゃんの手を取りしっかり握りしめた。でもね、思ったんだ。ゆきちゃんがももちゃんを持って行ったのは私の思い出が欲しかったのかもしれない。ゆきちゃんも私を大事に思ってくれているんだろうって。私の勝手な思い込みなんだけれどね。そう言ってみのりちゃんは少し恥ずかしそうに照れた。それがさ、私の勘違いだったの。あの日ね、たくさんの先生が学校中を探してくれたんだけれど、ももちゃんは見つからなかったのよ。でも次の日、学校でカバンの中を探したら入っていたの、ももちゃん。怖えぇ。え？みのりちゃんの一言にゆきちゃんの心臓は凍りつきそうだった。ももちゃんが一人で戻ってきた。人形って大事にすると命が宿るって言うじゃない。ももちゃんはゆきちゃんと私の仲を取り合ってくれた大事な人形。それなのにゆきちゃんに最後の手紙も渡せなかった私のことを怒って家出しちゃったのよ。でも一日で許してくれたんだね、きっと。だからまた私のところに戻ってきてくれたんだね。そう言って娘が大事そうに抱えているももちゃんの頭を優しく撫でたわ。違うの、私ね。ゆきちゃんが喋ろうとしたのを今度はさっきよりも強い態度でみのりちゃんは制した。いいの、何も言わないで。何も謝らないで。私ね、本当にゆきちゃんのこと好きだったんだよ。私なんかと仲良くしてくれて本当に嬉しかった。あの時さ、何があったかなんてもういいよ。子供の考えることだもの。あの頃はあの頃で一生懸命考えて頑張って一番だと思う答えを出したんだもの。ああ、じゃあやっぱ分かってはいるんだね。うん、それでいいんだよ。そういうみのりちゃんの言葉はね、
ユキちゃんに対してではなく、まるで自分に言い聞かせているようだったわ。そしてまた笑って言ったの。あのさ、ユキちゃんの娘のマナちゃん、5年6組なんだってね。私の娘も5年6組なの。きっと教頭先生が気を利かせてくれたのよ。ほら、あいり、挨拶して。マナちゃんと同じクラスなんだから、わからないことがあったら教えてあげてね。私のお母さんは結婚して、トウラになったの。トウラ、みのり。これはね、1年前の話よ。は？自分の親の話か。1年前、私が5年生だった時に体験した本当の話。マナちゃんとはそれ以来仲良しだわ。マナちゃんも6年生になった時、同じクラスになれたから6年6組よ。ねえ、あなた、ももちゃんに会いたい？ええ、私は今もももちゃんと一緒にいるわ。お母さんから譲ってもらった大事なももちゃん。いつもこのバッグの中で眠っているわ。遠慮しなくてもいいのよ。ももちゃんに会いたかったらいつでも会わせてあげるから。私、坂上さんとは仲良くなれそうだわ。怖い怖い怖い。なんか怖いよ。今度私のお家に遊びにいらっしゃいよ。私の大事なお友達をたくさん紹介してあげる。そうだ。あなたのこと気に入りそうなお友達が一人いるわ。可愛くてとても素敵なお人形よ。転校してきたお祝いに素敵なお友達をプレゼントするわ。だからお家にいらっしゃい。ちょっとお断りしたいな。怖いよ。2時間目理科ですね。全自動安全運転システム。はい、ということで1時間目家庭科、読み終わりましたね。まあちょっとあるって帰ってきたんかな。まあでもそんなに怖いというよりは、まあみのりちゃんがね、あのいい子やったんやなっていうのが分かったお話でしたね。まあ本当にね、人形って命が宿るっていうし、長く持ってるとさ、手放すときはちゃんとね、あの神社とかで供養してあげたりとかね、あの気になる人はね、そうやってやってたりするから、私もね、結構ね、昔からもうほんとちっちゃいときから持ってる人形があるんだけど、まあ、それはね、私が死ぬまで一緒に持っていたいなと思う人形なんで、まあなんかね、そういうものってやっぱあったりするよね。まあ、ちょっとね、長く持ってるからってホラーチックになるのはちょっと勘弁なんだけど、まあ大切にね、持っていきたいと思います、私も。はい、ということで、今回はちょっとねここまでにして、次回は2時間目の理科の話をしていこうかと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。